県内では今日新たに570人の感染が確認されました6か所の保育施設でクラスターが発生しました新たに感染が確認されたのは仙台市で354人名取市で27人大崎市と多賀城市でそれぞれ24人石巻市で21人などとなっています年代別で見ると実際歳未満が最も多く126人 10代が84人20代が97人30代が117人40代が78人などとなっていますまた6か所の保育施設でクラスターが発生しました仙台市で3か所大和町で2か所富谷市で1か所です